マダラシゾウムシエクテーターイナスアデムジーペースコはゾウムシの一種。全身にコブ状の突起と毛が多い。体長は興奮を除くと15ミリメートル内外。体の地色は黒であるが、全体に気褐色、灰気色、開白色,色等のリン毛が反紋を作るように密生しているので黒くは見えない。頭部は短くて半球状になっており、頭頂の中央に白くなっている部分がある。 興奮は長くて前方に向かって細くなっているが、普段は前胸の腹部にある溝に格納されている。その基部近くには5本の縦に走る隆起線があり、その部分に輪毛が生える。前胸背は非常に粗大な天国が一面にあって凹凸が激しく、その中で中央には1本の縦向きの隆起線が走る。前市には粗大な天国の列が10畳あり、 その列の間の室はとても幅が狭くて、その第2軒室に3個、第4室に3個、第6軒室に1個、それに、肩の部分に1個の顕著なコブ状の隆起がある。ふわしには、高褐色と肺褐色の和紋があり、各ふわしの桃節は、末端部が梱包状に太くなっており、その内側には一つの市場突起がある。漆の新芽を食害すると言われる。ここから10月に、 平地から山地まで出現し、紅葉樹林で荒かしやぬるでに見られる普通種である。樹液や糖化にもやってくる。日本では本州、四国、九州、津島に分布し、国外では朝鮮半島から知られる。漆に害をなすということで害虫であるが、被害は軽微である。以下、種として、石井ほか P 千 P1277。石井ほか P 千 P1277。 円柱編、P242、林田編長 P335、梅谷、岡田、P602、ありがとうございます。